はい、ということで今回は昭和太郎がね、昭和流の、フォートナイト上手くなる、方法を、伝授したいと思います。まあ僕の教えはね、結構昭和流なんですよね。もう鉄拳制裁みたいな感じなんですけども、まあまあタワー攻略はあるわけなんですよ。はい、タワーにやってまいりました。たくさんいますね、たくさんいますね。はい、やっていきましょう。タワーの攻略法を昭和流に教えてみたっていう動画なんですけどもね。まあジュース、最近のジュースはめちゃくちゃ強いんで、もういきなり飲んじゃってください。まああと武器の使い方もう結構ね、皆さん聞かれるんですけども、そんなものはね、あだこうだ言ってもわかんないんですよ。そんなものはわかります？こうやって打ってください、ああやって打ってください。ゴルフもそうですよ。こっからスクエアです。その人のスクエアわかんないんですよ、ほんとに。わかんないんで、そんなものはね、同じ感性の人に聞いた方がいい。うん、あ、外か。うまいね。危ね。ちょっと危ないね。一番辛いのは体力もない、資材もないってことですよね。まあ今回復あったんでよかったですけど。へい、へい、チッチ。まあタワーっていうのはなるべく別に資材なんていらないんですよ。で、なんでいらないのかっていうと、そんなにね、なんか家を利用してね、戦えちゃうんですよね。もうね、建築なんかいらないで、これはもうほとんどエイムゲーなんですよね。タワーはね、たくさんバン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 とつるのに、まあ最終になって矢倉を立てて、戦う人多いと思うんですが、それはね、もうしょうがないことなんですよね。フォートナイトは櫓を作ってね、どれだけまあ自分の戦う、自分が好きなように戦うかっていうのが、まあフォートナイトの勝ちやすいまあ戦法なんですけども。なんか入ったんかな、爆撃するか。いるな、こんなか。おっと、危ねえ。できるな。お、うまいね。そんな高く作られたら俺困っちゃうよこれ。どこ行った？建築早いんだよな。ないんだよな、建築が。あいつはいます。チッチ。
まあ最近のね建築物はね2回切ったらもう壊れちゃうんで、もうなんかめんどくさくなったらもう切っちゃってもいいかもしれないですね、下から。んね、へい。まあ最近僕の立ち回りはまあダメージ入ってもいいけど、まあ相手に先にダメージ入れさせて、まあ AR 等でまああのまた追い打ちをかけて殺すってパターンがまあ僕の中で結構安定してるかなって感じですね。はい。40入った。まあ、見えない方から入っちゃえば詰められることはないでしょ。足音聞きながらどう詰めてきてるのか確認して詰めれば大丈夫だ。まあロケラン持ってるね。おっと、オーケー、ジジュー。ただ上を取れば勝てるって時代でもなくなったっすからね。これ本当に厄介ですよね、この建築。せっかくね建築で上取って勝ってんのに落とされちゃったらもう水の泡っすからね。結構この仕様僕はね勝ちにくくなってますよね、猛者が。やべえ、今回の動画の趣旨忘れてた。なんか昭和太郎が教える昭和流のフォートナイトだった。ないんだよそんなものは。特にああしろこうしろないんですよ、自分の感性で。あ、上取られてるし、やっべえ、やべえやべえ、上入ってたわ、あかんこれ。うわいた、危なげた危な。じじい。まあこういう風にね、まあちょっと上上がってもねまあ大丈夫なんですよ。まあすぐね入ってしまえばねまあそんなに詰められることもないと。 OK、 あぶねえ。まあ最近のフォートナイトはねもうなんか生放送するよりプライベートでやってた方が全然楽しい。なんでなんでしょうねマジですっごい楽しいんですよね、マジで楽しい。ああ、敵いるな、これ上いるね。はーい。後ろもいるか、ああ、後ろもいるな。まあ、こっち先。やっ。へい、後ろから撃ってきたー。上取り返しました。降りたな。ワープないんか。結構ローなんじゃない？えい、ジジイ。おっと、勢いいい人が一人いるな、スナイパーで。カッコつけて撃ってんの。おい！まずいね。もうめんどくせえな。回復しよう。あ、ワンブイワンなんだ。
せっかくよ楽しくフォートナイトやってんのによこの野郎やっちゃうぜ俺オーケー GG オンマイグネス GG はいということで昭和太郎がお送りした昭和流のフォートナイトの、やり方なんですけど特にまあ感性というものを大切にしてほしい以上